お父さん、お父さん。はーい。今読んだ。お父さん。お父さんこっちです。お父さん。はい。もうちょっと来たの。もっと下がったの。下がるとみんな入るよ。ほら、ほら。はい。はい。皆様こんばんは。こんばんは。青森県平川市から葵ちゃんとゆうちゃんです。皆様こんばんは。こんばんは。はい、自己紹介、葵ちゃんです。葵ちゃんです。こんにちは。こんにちは。私はピンクのリンゴのケリーよ。え、リンゴのケリー？うん、なんだそれ。リンゴのケリーのクックル。クックル？って何？葵ちゃんピンクのリンゴとイチゴのクックル。はい。じゃあね。ゆうちゃんご飯タイムです。ご飯タイムです。はい、じゃあクックルいただきますの号令は。いただきます。はい、いただきます。はい、どうぞ。はい、お待ちかね。あ、じゃあリンゴとイチゴのクックル、うん、さくらんぼとイチゴとリンゴの、うん、お茶、うん、さくらんぼとイチゴと、うんうん、さくらんぼの、うん、クックル、うん、クックル。あらららら、なんかダメだ。お茶、お茶、リンゴと、うん、お茶、はい、どうぞ。お茶、リンゴと、さくらんぼと、うん、リン、お茶、さくらんぼと、いちごと、うん、ケーキ、うん、ケーキ。はい、こんばんは。はい、こんばんは。娘です。葵ちゃん、自己紹介は。青森県平川市の田舎に。何言っちゃってんの、もう一回。青森県平川市の葵ちゃんです。青森平川市の葵ちゃんです。葵ちゃんです。消えた。こちらはゆうちゃんです。ゆうちゃんも紹介して。ゆうちゃんも紹介です。ゆうちゃん赤ちゃん、ゆうちゃん赤ちゃん、ゆうちゃん赤ちゃん、ただいまお食事中。お食事中、ミルク中。ミルク中。今日は保育所で何してきたの？どさ、うん、お化けでやって。お化け？違う、おもちゃで遊んだ。おもちゃで遊んだ、ね、先生と、うん、お手帳先生に、うん、にゃーってやった。にゃーってやったな。うん、お化け出た？出てない。なまはげは？来ない。来なかった、うん、じゃあ今日いい子だったのね。はーい。はい、葵ちゃんこんにちは。だってこんにちは。はい、1たす1は5じゃねえじゃん、2だろ。1たす1は2。2たす2は4。おお、よくできた。すごい。じゃあカメラに向かってすっぽん、すっぽん。見えないよ、ちょっと見えるとこで。すっぽん。手もこれ写真じゃないよ。手も一緒に動かして。すっぽん、すっぽん、すっぽん、すっぽん。ばーしゅーほー、すっぽんしてください。すっぽん、すっぽん、すっぽん。手もすっぽん、すっぽん。はい、よくできました。あいちゃんピクッと、あいちゃんいちごと、りんごの、さくらんぼのクックル。クックル、うん、そっか。クックル、もうちょっとね、待ってね。ご飯もうちょっとでいけるからね。うん、うん、おいちゃんクックル見て。おいちゃん今日、おいちゃん今日クックルだから、うん、おいちゃん今日クックルさんはね、うん、クックルはいっぱい食べる。クックル、いっぱい食べるクックル、うん、クックル、うん、まあそっか、お父さんが知らないだけか、ごめんね。あおいちゃん、お利口さんだね。だってどうもどうも、私はこういうものでして、やってみて。どうもどうも、私はこういうものでして。あおいちゃんです。あおいちゃんです。じゃあカメラに向かって、やー。やー。よしよし。あ、うまいうまい。今日のやー最高。ね。おいでおいで、うん。おいでおいで。うん。おいでお父さん。何ですか？
早くなっちゃった。どんだんずー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 いくよ。どんだんずーっていうのはですね、津軽弁でまあどうなってんのっていう意味ですね。どういうわけというか、どうなってんのってことね。どんだんずー、どんだんずー、どんだんずー。青森地元の なんだっけ、AM ラジオでびっくりした、まあ、ある某番組の某コーナーで今週のどんだんずーというのがありまして、まあ、リスナーからいろいろと不条理だったり理不尽だったりした出来事のいろんなメッセージが来るんだけど、まあ、そのいろんな面白い話をした最後に、どんだんずーっていうのがこう結構音楽があってね、メッセージが終わるっていう、まあ、そんな時に使う言葉です。ねえ、青ちゃん、どんだんずーは、そこでさ、すっぽんやってみしてよ。そこ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 、そっち広いところで。嫌だ。嫌だ。はい、ご機嫌斜めですね。はい。はい、ゆうちゃん赤ちゃん。ゆうちゃん赤ちゃん。飲んでよ、ちゃんと。うん、ずーっとね、お腹空いてるね。ごめんね。お母さんも忙しかった。僕は困ってるよ。うん、困ってるね。今日の青森県平川市は、気温10度ぐらいまでしか上がらなかったのかな。まあ、でも昨日よりは、うん、暖かい。一昨日より暖かい。日に日に暖かくなっているのを感じます。でね、どれぐらい寒いかっていうのは、それは板の間なんで、足からビリビリ冷える。そんな感じですね。だから、靴下はちょっと、つぼったい靴下がもうまだ手放せないというか、ね。ゆうちゃんはちょっと、寒暖の差についていけなくて、風邪ひいてるわけじゃないんだけど、鼻水、もうジュルジュルでね。でも、お医者さん行っても風邪じゃないねって言われたからね。お父さんは一生懸命鼻を押す。いただきます。はい。チーン。よし、ちょっといっぱい飲んだからゲップするか。ゲップ、ゲップ、ゲップ、おかわいい。トン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 、重たい。ゲップしてる、ゲップ。ゲップ。ゲップ。ゲップ、ゲップ、ゲップ、ゲップ。今日は夕方からずっと泣き通しのゆうちゃん。今朝もかな。昨日もちょっとぐずっと寝ついてね。最近ぐずりっこちゃんなんだよね。あ、しょうもないか。赤ちゃんだもんね。赤ちゃん。あ、葵さん。はい。あそこの戸閉めてきて。寒いから閉めてきてください。お願い、お願い、お願いします。いやだって。なんで、だってお父さん頼んでるのに。あるズボッチャブじゃん。結構出ないね。はいはい、いただきます。ゆうちゃん、あけちゃん、ねえお客さん、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 こっちにおいでください。なんで、お父さんのお客さんって。よし、もうちょっと続き飲むか。ゲップ出なかったね。大丈夫。はい、ちょっと冷めちゃったな。冷めすぎたな。大丈夫、いいのかな。はい、どうぞ。はい、どうぞ。あともう一個の続きを。はい。
粉ミルクの放射能が大変気になるところですが、最近、千代さんがブログで復活してくれまして、有名どころのリスクをいろいろ測ってくださっていますね。とてもありがたいことだと思います。うちで使っているのはグリップの、アイクレオというミルクで、明治とか森永とかの有名どころのミルクと違って、アイクレオっていうブランドはちょっとあまり耳慣れないし、店頭でも見たことはあまりないんですけども、アマゾンでちゃんと売っています。で、他のミルクが10ベクレルとか5ベクレルが検出限界なのに対して、このアイクレオのバランスミルクというのは 0.5 ベクレルまで検出してくれるので、比べてね、比べてもしょうがないのかもしれないけど、買う方としては安心して、お母ちゃんに与えられるなと思っています。でね、今都市部では、保育所の空きがないとかね、いろいろやっぱり対応のまずさとか、クローズアップされてるんですけど、青森県の中の方に来ると、保育所の内容もとっても充実してるし、先生たちもすごく親切で、放射能に関してもね、一定の理解を示してくれます。それと、今通っている保育所で、とてもありがたいのは、親がこういうミルクを与えていますっていうと、きちんと保育所で把握してくれて、ミルクもね、おむつもね、保育所がちゃんと負担してくれるっていうのは、ちょっとびっくりなんですけど、今そういう対応をしてもらっています。ね、幸せだね、本当に。ゆうちゃんたちに。どうしてなおちゃん見えるかな。あ、見えないんですよ、そっからね。そっ、ボン、なんか焦げてないか。うん、焦げてないよ。コンロか。換気扇まで。新しいガスコンロに火を入れて、新しい匂い、塗装が焼けた匂いですね。ちょっと部屋の中で十分です、ね。ゆうちゃん、あかちゃん。ゆうちゃん、あかちゃん。あおぴょん、何してんの？片付けてんの？あら、珍しい。ゆうちゃん、どんどん飲んでください。もう一口休むか。ね、はい、改めまして皆さん、こんばんは。ミクシー。OK。はい。ちょっと鼻つりつりして、あ、そうか、お父さんと一緒に。お料理を作ってみました。はい、パックション。あおちゃん、おトイレはいいんですか？はい。はい。ゆうちゃん、あかちゃん。3匹。4匹。え、もっと飲む？飲む？1本。あおちゃんはね、同じくらいの時はふぐーふぐーぐーぐーって言ってたけど、ゆうちゃんはあぐーなのね。言ってみて、あぐー、あぐー。はい、どうぞ。残念、言えませんでした。葵ちゃん、お願いだからさ、お願いだから、あそこ戸を閉めてきて。嫌だ。なんで嫌だっていうのよ。
お願い。パッチンしてきて。乗せた？なんでしょうがないなぁ。よいしょ。おいしょ。おいよっこしょ。はい、戻ってきましたよ。ゆーちゃん、ぺっちゃん。はね。はい、じゃあお食事の続きしましょう。はい、こんばんは。お父さん。はい。これおやすみ。はい。これおやすみ。おやすみ？って何？落ちる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 。落ちる。はい、どうぞ。はい、お父さん、持ってて。いい？お父さん、今手離せない。お父さん、これ持ってて。お腹いっぱい？なーにゃーこんぐらい余しちゃった。100ぐらい。あー100ぐらいよ。ちゃんと寝せてる。ん？寝せてる。ちゃんと落とさない。寝せて飲ませればなるの。葵ちゃん、葵ちゃん、ここ来て、ここ来て。え？そうそうそう。その黄色いバンバンの瞬間で。そう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 。何を？そうそうそう。もうちょっともうちょっと。そうそうそう。そこに立って、立って、よし。はい、葵ファンの、世界のファンの皆さんにすっごいやってみて。すっごい！両手で、両手で。両手？
パパ、これ結んで、結んでちょうだい。これ結んで。はいはい。これこれやってちょうだい。うん、どれどれ。やる、痩せてやる、十字みたいに。これは、こうやって掴んで、で、キュッ、キュッ、キュッ、つけた。こっち。ああ。ああ。ああ。ルナちゃんお箸止まってください。はい。ね、止まるな。誰も誰も箸。はい。お茶の次は。どこに残した。わあ、はい。うん。ほとんど飲めない。汚れを離して離さない。はい、ありがとう。これお母さんの。お母さんの。はい。はい、お母さん。あぐ。あぐ。はい、お母さん。はい。ありがとう。いただきます。はい、食べましょう。いただきます。どうした？なに？あれ？乗りこの。ぬるぽぬるぽご飯をつゆかけるんだよ。うん、うん、うん、飲む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 。何 cc 作ったんだっけ。220。おむつも検査したけどなと思って。あ、おむつさっき変えたから。うん？ニコニコ。いいの？恥ずかしい。なんで？あ、大好きなシシャモ。おー。カラフトシシャモ。これ一個ずつ食べたい一個ずつね。はい。今日は今日のおズーム。逃げてった。生きてた。うん。うん、一応お皿に戻すか。うん、戻さない。何ニコニコして。うん、嬉しいな。あ。ねえマジョさ。おー、わー、すごい。
てる種。うん。はい、じゃあ手洗ってきましたか。はい。本当ですか。キュッペ。もうちょっともうちょっと。よし、あと 70cc やるぞ。頑張り。うん。はい、はい、カップ。ごきげんよう、めちゃん。ね、はい、はい、こっち座る、いただき、はい、いただきます、いただきます。前菜はいつもの通りグレープフルーツです。マックはリンゴジュースのフルーツ。スプーンがなかった、なかった。何このっけ、タオちゃん、何一本あの落ちてますけど、え、落ちてます、あとでお父さんお皿に置いてくれるんだよ。そんなこと言ってないよお父さん。とりあえずお皿に戻しておこうってさっき言ったの。どうしますか。ダメ。うん。なんでそういう食べ方するの。どうして全部こういう食べ方するの？みかんジュース、チキ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 、リンゴジュースもあるじゃん。え、リンゴジュースあるじゃん。あと、お茶リンゴがいい。リンゴジュースある。違う、リンゴ、リンゴちょうだい、リンゴ。リンゴはない。はーい。じゃあ、ソーセージ。ソーセージももうない。もうさ、もういや。食べちゃったでしょ？食べてない。お皿もお皿、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